まもなく高さ18メートルの大師鉄塔を通過いたします。鉄塔通過の際の揺れにご注意くださいませ。本来ですとここで進行方向左側の方に富士山見える予定だったんですが、午前中ずっと出ずっぱりだったせいが、午後になったら疲れたといってちょっと雲に隠れて見えなくなっております。当ローペイとしましても、富士山ちょっと一部でも 見えませんとですね、ローペイとしての評価もちょっと落ちてしまいますので、はい、富士山の方にはできるだけちょっと出てもらうようにお願いしているんですけれども、こればっかりはちょっと天候でございますので何とも言えないです。今ちょっとですね、少しだけですね、ほんの一部だけ見えてます。雲と雲の隙間あたりちょっと白っぽいものがあって見えているかと思います。雲さえ避けてくれればまた、富士山見えてくるんじゃないかなとは思います。はい、まもなく進行方向左側降りてまいります。ゴンドラとすれ違うところ、こちら900メートルの中間地点でございます。現在通過しております谷間のあたりですが、こちらが当ロープウェイで一番高いところですね。地上から75メートルのところでございます。また眼下に広がっておりますこちらの林、国有林のヒノキ林でございます。高さが約20メートルありますが、上から覗き込んでおりますので、そんなに高さは感じられないかと思います。はい、今の富士山の方が若干ですね、少しだけ見えております。はい、まもなく高さ、43メートルの第二鉄塔を通過いたします。鉄塔通過の際の揺れにご注意くださいませ。なおこの鉄塔の高さなんですが、芦ノ湖の一番深いところと同じ高さでございます。ドローンがなかったの。はい、まもなく鉄塔通過いたします。標高1357メートルの駒ヶ岳でございますが、神山、冠ヶ岳に次ぐ高さでございます。また山頂には箱根元宮神社がございます。神官、恋愛成就、商売繁盛のご利益があると言われ、多数のお客様が、お越しいただいております。なお、ハイキングコースは現在、大涌谷の火山ガスの影響で、閉鎖いたしておりますので、ご注意くださいませ。はい、今、後方ですね、だんだん海岸線が見えてきているかと思います。こちらが静岡県側で、駿河湾になっております。
はい、また進行方向右側、あの小さい島が見えてきていると思います。ちょっと薄くですけども、こちらが熱海の方にあります初島でございます。で、この相模湾と駿河湾の間ですね、斜め左の方が伊豆半島になります。はい、間もなく、駒ヶ岳山頂駅到着でございます。お出口は進行方向左側でございます。落とし物、お忘れ物にご注意くださいませ。はい、あの特にあの乗車券、往復乗車券になっております。お帰りの際もあの拝見いたしますので、紛失されませんようにご注意くださいませ。当ロープウェイは、毎時0分20分40分20分間隔で運行いたしております。本日は、多数のお客様が山頂にお越しいただいております。場合によってはあの、ご乗車いただけない場合があります。次の便にお願いする場合がございます。これにつき